どうもペコパチャンネルご覧の皆様、ペコパのシュウペイです。そしてどうも、ショーウィンジーのユウです。あ、ちょっとふざけないでもらって、シュウペイさんだけずるいな、そう。皆さん、ラジオを聞いてる皆様も多分いると思うんですけども、はい、先日ですね、ラジオの方で、はい、ショーウィンさんがちょっとこう雑だっていうところがあったりとかしてですね、うん、僕のツイッターだったりとかっていうのはちょっとそういうのをさらけ出していこうっていう新企画を勝手にやってまして、はい、やってますね。でラジオでもちょっとメールのね、うん、企画というか、はい、ネタにもなったりとかしたので、はい、その中で庄司さん、はい、なんかリュックとか、うん、なんかこうカバンとか汚そうとか、なんかいろいろね、うん、トイレ流さなそうとかいろいろあったんですよ。トイレはたまたまその時流さなかっただけだから、はい、なので今回ちょっと抜き打ちで庄司さんのカバンの中チェックしたいと思います。ちょっと待ってよ、これやばい。いや、あんま大丈夫かな。なんか最近掃除はしてないんだけど。ずっとしてないでしょ、このリュックずっと。ドン。この松陰寺さんのこのリュック、いつまで山登ろうとしてる。じゃあ山を登れないのか。これやっぱ大きいからいろいろ入って便利なんですよってこと、うん、お笑いという高い山を超えてください。このパックで。そう、ちょっと嫌だな、なんかこんな深いリュックサックしょってんの。だから本気出せば結構いろんなもん入るからさ。これさ、すごくいい製品だと思いますよ。これちょっとめちゃめちゃ防水だし、うん、破れないし。だからそれこそ本当にそういう時になったら、うん、山とか行く時になったら活躍する。そしてその時にキャンプとかで使うなら分かるけど、うん、これテレビ局に持ってくるサイズじゃないんだよ。そうなの。これはなんかテレビ局で仕事してるタレントさんのカバンの大きさじゃないよね、これはね。こういうのいないですか。いないでしょ。マジ？みんなもうちょっとちっちゃいね。俺でさえね、うん、これぐらいで。そうだから、でも重いからリュックの方がやっぱ軽く感じるじゃん。まあだとしても、うん、ね、選びますよね。さあということでちょっとね、なんかやだな、うん、もうなんかもうしみというか、なんかもうなんか跳ねてます。見えます？もう跳ねてます。なんかこういう影が。雨です、これ本当に、はい、なんか変な、なんかカップラーメンの汁とか飛んでない。雨ですから。大丈夫ですか、はい、ちょっとね、汚いもん触るみたいにやんないでよ、なんか。いや、ちょっと本当はもう手袋したいぐらいです。まあ、汗でアルコール除菌します。さあ、まずはこちら。うわ、何これ。うん、なんか入ってますね。それヒゲ剃りですね。ヒゲ剃りですね。歯ブラシ入ってますね、うん、まあまあ、こういうのはいいでしょう、はいはいはい、おこれはもう見慣れたやつですね。はい、化粧ポーチですね。はい、化粧ポーチですね、はい。こういうのしっかり入れてるんですね。はい、うん、変なの出てくる。え、何これ？カバンの中にカバン。いや、これでいいじゃん。これぐらいのサイズできない。これはなんかそのいろいろその通帳とか、うん、なんかその印鑑とか、うん、そういうの入ってる。充電器とかね。充電器とかね。そうそうそう。うん。なるほど。あ、これじゃあ、まあまあ、じゃあ通帳はまあ、なんて。通帳あかんやろ。分かった。通帳あかんって。分かった。充電器でしょ、ほら。じゃあ俺だけちょっと一旦見。いや、ダメだよ。ダメ。じゃあ映さないから。それはほんまにあかん。シュウペイさん見るのもあかん。ちょ、これはほんまにダメ。ああ、ちょっとダメみたいですね。いやー、分かってないですね。いや、お前にも見せたくない。分かってないですね。なんで見せてよ。いやー、おこれ懐かしい。去年の M1 グランプリの時に配られた。ああ。M1 のマスクじゃん。マスクだ、これ。そう、M1 のマスク。なるほど。あ、ここに入ってた？うん。あれ？え、知らなかったの？ちょっと探してた？いや、あれ、ずっと入ってたってことじゃ、去年から。そう。あらま。去年からやっぱ、もう、ちょっと次気づけるようにこっちに。あ、わかりました。こっちに入れておきますね。はい。うん。そして、はい、うん。あ、まあ、ワックスですね。ワックスですね。うん。うん、で、何これ。あ、これあれだ。あ、これさ、じゃ外側のあれを隠して、これさ、あれだよ。うわ、怪しいんじゃないですか。これ怪しいですよ。これあれ覚えてる？有吉の壁で、うん、あのローラーシューズでゴーカートやった時にさ、うん、その足靴脱いでシューってやったじゃん、うんうんうん、あの時のだ。本当ですか。いや、そうでしょ、覚えてる。これ捕まるやつじゃないですか。消臭って書いてあるよ。これ危ないですね。消臭って書いてあるよ。これ警察来たらアウトですよ。ちょっと待って、通報されんの。そして、はい、あ、いや、サロンパス。もうおじさんですからね。ちょっとね、死闘とかでね、首ぶつかりとかした時に行ったらね、サロンパスね。あ、そんな、あ、開いてないしかも、うん、いける、うん、いける、よし、ね、じゃあ使いますから。ラッキー、ラッキー、うん、
松陰寺さん何ですか、そういう人だったんですか。何がやね、何も入ってない。ちょっと待ってください、はい、これサイバージャパンダンサーズの渡辺シスターズの写真集入ってるじゃないですか。いやこれ、こういうの見てんの。いやこれちょっともらい物でもらったの。はい、もらいました。ちょっといただき物で。うわ、こういうの見て、何してんのこういうの見てもうわぁすごい。違う、わぁすごい。いやいや、わぁすごいじゃない。これは松陰寺さん好きだわね。いや、本当にすごく来たね、はい、一緒に共演させてもらってもらいました、はい、えぇ、ちょっとこれは俺出せないな。何何何、ちょっとちょっとこれ、ちょっと自分で飛んなさい、ちょっと何これ、ちょっとカバンの底にやばい、ちょっと変なもんありましたよ。いって刺さった、刺さった。カバンの先に何が、いってなんか刺さったけど。取りなさいよ早く。はい、何なのそれ、フリスク4つもありました。おい、本当にフリスクか、これ怪しいよ。フリスク、これ薬怪しい。フリスクです。ちょっとこれ職質されたらアウトよこれ。あ、ドレッシングですね。いや、フリスクですこれ。なんで、これね、変な、なんか隠し持ったんでしょ。やべえ、じゃやばいやつじゃない。多分蓋閉め忘れたフリスクからこぼれ落ちたフリスク。本当に落ちてんだね。このフリスクで食べてみて大丈夫か。え、やめた方がいいかな。いいんじゃない、だから別に食べれる、うん、大丈夫ですか。ん、あ、スースした、フリスク。うわ、スースだ。いやいや、変なもんじゃねえだろ。何本に見える。え、あ、4本。うわー、やってますね。やってねえわ。うん、やってますね。はい、というわけで、うわ、 あとはでも別に何も入ってないです。いや、汚いよ、ちょっと。そうですか。フリスクとか入れちゃダメだよ。あとちょっとこう、もう爪楊枝の、なんでカスゴミ入ってんの。爪楊枝の中の、ちゃんと綺麗にしなきゃ。たまには拭いたりとかしなきゃ。拭くのかもんて。いや、こういうタイプは拭いた方がいいよ。汚いから、うんうん、布じゃないんだから。こっちもちょっとね、割り箸入ってますね。あっ、きたな、これ割り箸、カビ入ってる。うわー、キモー、やばい、これ割り箸、カビ入ってる。割り箸めっちゃカビ入ってるやん。うわー、え、これあげれる。これギリギリ、ギリギリでしょ。モザイクかける。いや、やばっ。そうなんすね。なんかすごいふにゃふにゃだよ、これ。え、そうだ、普通か。付箋です。付箋です。はい。はい、まあまあ、そんなもんですよ、あとはもう、うん、はい。あ、芸能人ノートちゃんと書いてますか。最近で更新できてないんだよ、ね。あら、最新誰の最新、うん、ですね。俳優の、斉藤匠さん。あ、なんか分かるように書いてあるね。モサモサイケメン背高駄菓子ロケ。何の仕事したかね。そう、はい、なるほど、はい、そのうん、最近ね、書き忘れてましたけど、うん、はい、そんな感じで。あ、ここも書いてあるんです。誰。エリー三代目 J ソウルダンサーゴリマッチョ。これやばいですよ。いやエリーさんね、そうエリーさん、キャンナイジェイソーブラザーズのね、あの時だよ、体育会 TV の時、うん、知ってますよ、はいはい、すごいいい方一緒だから、ね、なるほどね、ちょっと書かせていただきました、うん、はい、そうですね、はい、あとは特に、ね、あとはまあ、そんな、はい、うん、ないか、うん、特にね。いや、ちょっと今日は、うん、カバンの底にあったフリスクちょっと4粒出させていただきました。そうですか。さすがちょっとこの汚いものまで出てきちゃって、うん、じゃあ何しよう。ですね、これ多分ね、声優パークの時に出た川西圭吾さんですね、はい、かっこ細い白いもっと食べろよって書いてあります。やばい、やばい、やばい、いやもっと食べた方がいいんじゃないかな、ちょっと細かったら心配になっちゃって。あ、なるほどね。あ、違う、もっと食べようよ。あ、もっと食べよう、食べようですから、うん、はい、食べようぶですね。まあ、どっちも変わんないですね。ペコボチャンネルでした。ちゃんと綺麗にしてくださいね。はい。